えー、今日はねちょっと注意喚起ということでヤフーニュースにねこんなのが載ってたんですね、えー、交通事故の実況見聞中車中から大麻の匂いが会社員26歳を大麻取締法違反の疑いで逮捕岡川 ksb 瀬戸内海放送で動画が出ててここでね、えー、実名が出てるんですね全、えー、通自治寄田町会社員坂本和一両理者26歳が大麻取締法違反の疑いで捕まったっていう風に出てるんだ けどもなんかこれについてねあのまた頼高みたいなそういうコメントいただいたんですねでこのヤフーのコメント欄を見てもなんかね誤解している人が多そうなんだけども結論から言うとねこの事件は部落と関係ない可能性が非常に高いですこの坂本一馬っていう人は部落の住人でない可能性が高いんですねで、なんでそう言えるかっていうと、まあ あの、この件についても、僕、アウティングとか言われるのは全くね、あの、あの、侵害だと思いますよ。あの、寄田町の童話地区っていうのはもう、八き市ってね、宇宙から見てもわかるんですよ。あの、ニコイチたち並んでるし、あの、童話施設のね、臨母感があるし、まあ、それがアウティングだって言うんだったら、その、香川県とか、あるいはあの、このね、全通自市とか、解放同盟に言えっていう話なんだけども、その、寄田町の部落っていうのは全域じゃなくて、寄田町の中でも、東原って、 っていうところなんですね、えー。これはあの、私ね、ここブラック担保したのであの、もう消されちゃった動画でも説明してるんだけども。で あの、2000年代で2010年、まあそのぐらいにですね、いろいろその、そのブラックの住民がハレンチな事件を起こしてるんだけども、それはですね、まあことごとく過ぎたっていう名字なんですね。で、実際その過ぎたっていうのが、その東原のあのブラックに多い名字なんだけども、今回この坂本一馬って出て、出てるでしょで、坂本っていう名字を、 こうやってね、あの、分布を調べてみると、これは明らかに西原の名字なんです。で、西原はこれはもちろん一般地区で、だから、おそらくね、これは高確率で、今回あの、大麻取締法違反で捕まった人は、うん、これは部落の住民ではないと思いますね。えだからね、この、 本チャンネルなんだ、なんかアウティングだのね、あの、悪質なブラック差別推進チャンネルみたいに言われてるけども、実際は違うんですね。こうやってね、ちゃんとね、精密にこのブラックというものを検証することでえ、誤解が解ける部分もあるんですよね。 うん。だから今回の件繰り返しますよ。ブラックとは関係ない可能性が高いです。だからこんな風にそのね、あの、ブラックの名字とか研究するっていうことは非常にね、あの、有意義だっていうことなんです。ということで、えー、一応注意喚起でした。ちなみにね、まあ打足なんだけども、まあこのチャンネルね、もう収益化停止もされてるから、まあ別に言っても全然あの、痛くもかゆくもはない話だけども、僕どっちかっていうとね、大麻解禁論者なんですよ。 ま、その、タイマースエスエっていうんじゃなくて、あの、昔はね、あの、日本ってあの、盛大にタイマー、 あのそ栽培してたんですよねあの綿とか取ってその着物とか布団なんかにも使ってたんでもう昔の,あの日本の,あの映像を見るとねもう皆さんん盛大にタイマー育ててるんですよただまああんまし吸う人はいなかったのかな、うん、どっちかっていうと薬みたいな認識されてたし、えーまあ、日本で栽培される品種ってねそのあんましそういう有効成分が多くないっていうのもあったんだと思うし、まあ、そもそも大麻ってねあの臭いしあんましあれですねあの楽しんで吸うようなもんじゃなかったんじゃないですか かねどっちかっていうと薬で。だから、なんかね、もうすぐタイムはなんかなんかおかしかったですよね。なんか販売目的で持ってると犯罪なんだけども、なんか吸うのはおってみたいな、なんかそういうおかしな法律になってたのが、なんか今度は吸うのも禁止にするっていうような方にするっていう話なんだけども、僕はね、逆にね、あの、持ってたり育てたりするのはいいんだけど、吸ったらダメみたいな扱いにすりゃいいと思いますよ。あの、 シンナ、トルエンなんかはそういう扱いなんですよね。トルエンとかシンナあれ別にホームセンターで買おうと思ったら誰でも買えるんだけども、ただあれ、吸ったらいけないんですよ。吸ったら一応ね、あの、あの、あの、なんか毒、劇物取締法違反になるのかな懲役1年とかになるんですよ。だからまあそういう扱いにしといたらいいんじゃないのかなって思うんですよね。うん、そしたらそんな、こっそり売って儲けるやつもいないし、で、そんなね、公共の場で吸ってるようなやついたら一応しょっぴけるわけだから、僕は あのシンナーみたいな扱いにしといたらいいいいいいいななな扱にしてらんじゃないかなっていうのはまあ、あくまで私の持論なんですよね。ということで、最後はちょっと打足でしたけども、まあ、僕のチャンネル収益化されないんで、この手の話しても全然 OK なんで、え一応、まあ、そういうことを触れときました。一応、最後に言っときます。あの、今回の大麻取締法違反、この、頼田町の会社員坂本和馬は多分ブラックの人間じゃないです。多分というか、かなり高確率で違います。まあ、そういうお話でした。